疑惑拡大の中、今日から市議会が始まったそうですが、今どのような状況ですか？市議会はもう始まっているんですけれども、今日は市議会の一般質問でした。政府議長を含めた渦中の5人の議員も出席していました。一般質問に立った自民党の議員は、各議員が初心に立ち返り再発防止に努めなければならないと話しました。議会後も動きは慌ただしく、自民党会派では役員会で5人から再度聞き取り調査を実施し、その後会派の総会を行いました。その後ですね、まだ会見が行われているんですけれども、5人は現金は受け取っていないと関与を否定していまして、週明けに再度現金を渡したという事務員への聞き取りを行うことになっています。このほか第三者による調査委員会の設置の話も出てきました。一連の政務活動費をめぐる騒動は全く出口の見えない中、来週は一連の問題について一般質問で野党の議員が追及することになっており、騒動は当分続きそうな状況です。